先週開かれた都議会の本会議で塩村彩香都議の一般質問中にセクハラとも取れるヤジが飛んだ問題、都議会自民党は今日記者会見を開き、ヤジを飛ばしたのは鈴木昭弘都議だったと明らかにしました。鈴木都議は責任を取って会派を離脱したいと申し出たということです。その鈴木都議が午後3時から記者会見を開き、このように述べました。この度私の早く結婚した方がいいんじゃないかという、不適切な発言で塩村議員および東京都議会、そして都民の皆様に多大なるご心痛、そしてご迷惑をおかけしましたことに本当に心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。しっかりと反省をさせていただいて、原点に帰ってまた頑張らさせていただきたいという思いで、本日総会の前に都議会自民党を離脱させていただいて、今また初心に帰って頑張りたいというふうに思っております。私自身少子化そして晩婚化の中で早く結婚していただきたいという思いがある中で、あのような、発言になってしまったわけでございますけれども、本当にしたくてもこう結婚がなかなかできない方のその配慮が足りなかったということで、今深くその部分において反省しております。さて、九段の鈴木昭弘都議でありますが51歳です、はい、2007年に補欠選挙で東京都議に当選し現在3期目、今日の朝自宅前で報道陣にヤジについて聞かれると、していません、していないときっぱり否定していたんですね。そうなんですよね。この騒動をもう一度おさらいしてみますと、今月18日の都議会本会議でみんなの党の塩村彩香都議が妊娠や出産に関する政策を尋ねた際に、男性議員から早く結婚した方がいいとか産めないのかなどのヤジが飛びました。塩村都議はこれに対して翌日19日に報道陣に対して、悩みがある女性に対して否定するようなヤジが相次ぎみんなで笑っていたと発言。ツイッターでの塩村都議のつぶやきをおよそ3万人の読者が転載、広める騒ぎとなりました。さらに自民党の石破幹事長も BS TBS の報道番組に出演した際に、自ら名乗り出るべきで、仮に自民党だった場合は党全体としてお詫びをするべきだと述べているんですね。ちなみにデイキャッチではですね、ヤジが飛んだ翌日の19日木曜日にこの鈴木昭弘都議の事務所に電話で取材を申し込んだんですが、本人が不在ということで回答は得られませんでした。原発事故に伴う中間貯蔵施設の建設をめぐって、はい、最後は金目でしょと発言した石原環境大臣が福島県を訪れ発言について謝罪しました。石原大臣は中間貯蔵施設の建設候補地になっている大熊町の渡辺町長に、私の発言についてこの場を借りて深くお詫び申し上げたい、大変ご迷惑をおかけいたしましたと述べ謝罪。渡辺町長はこれからも大臣にはしっかり町民に寄り添う形で尽力をお願いしたいと答えています。政治家の失言についていろいろ調べてまいりました、先ほどのニュースでもそうですけど、すごくここ連日失言が話題になってますが、やっぱり最後はノブテルでしょっていうことでやっぱり石原ノブテルさんのあのことをもっと深掘りすると、いろいろ失言とは何かというのが見えてくるんじゃないかということで調べてまいりました。で、政治家の失言をいろいろ調べるといくつかのパターンに分かれるんですよね。それを紹介していきます。まず最初が明確なルール違反をした場合ですね。これ去年猪瀬都知事が、前都知事がやってるんですね。オリンピック招致をめぐるニューヨークタイムズでのインタビューで、イスラム諸国は喧嘩ばかりしているということが伝えられて、これって IOC が定めるその招致活動の、要は他国を、ディスっちゃいけないよっていうそのルールに抵触するという批判で、この2週間後にですね、猪瀬さんは不適切な発言について、お詫びします、私はイスラム文化を尊敬していますというお詫びをしたと、でこの間ですね、実は真意が伝えられてないとか、いいとこ抜き取られてるだけだっていう1回こう反論をしたんですけども、やはりでもルール違反はルール違反だろうっていうのが強くなって、やっぱり発言を認めた、お詫びしたというパターンですね、で2つ目がですね、謝罪辞任が早かったパターン、これがですね、調べてみると2011年7月に松本龍復興大臣というのが
いたんですよ、でその方が岩手宮城の両知事との会談で、まあ、お客さんが来るときは自分が入ってからお客さんを呼べ、まあ、自分に対する扱いがちょっと悪いんじゃないか、で今の最後の言葉はオフレコです、書いたらその社は終わりだからっていうような言葉を言ったことによって、問題になってですね、発言から24時間後に辞任したんですね。スピード辞任ですね。スピード辞任、まあこれいろいろやっぱりその時菅政権のその復興に対するあの遅れてるんじゃないかっていうツッコミをかわすために、もう小さいうちに早く辞めちゃえっていう、そういう狙いもあったじゃないかと言われてですね、3つ目のパターン失言でですね、かえって弁明がふわふわしてるパターンっていうのがあるんです、これは2007年10月に鳩山邦夫法務大臣がですね、私の友人の友人がアルカイダという発言をされたんです、あの2002年のバリ島爆弾事件に関してその外国特派員の協会の会見で言ったんですけども、後日弁明してるんですね、それによって自分の参加している超研究の国際的な愛好家グループの友人からグループの中にアルカイダと思われる者がいて日本にも入ってきていた、爆破事件に関与していたという話を聞いた、その友人の話を紹介したということで、さらに発言をダメ押ししている感じなんですよ ね、 すね、火消しになってないっていう、この3つのパターンがあるんですよ、で先ほどね鈴木都議って実はこの3つのパターン全部かすってて、明確なルール違反、鈴木都議というのは女性が働きやすい社会の実現という公約に反することを言ってるわけですよね、で辞任が早かった遅かったパターンではやっぱり辞任というか謝罪ですね、もうなんでこんな5日後にやっと名乗り出たのっていう、これで突っ込みどころがまず生まれてる、で弁明がふわふわしてるパターンにもあってまして、先ほどの会見見たらですね、少子化晩婚化の中で早く結婚していただきたいという思いであのような発言になったっていう、さらにまた自分の発言をダメオンコール2発目じゃないですか、全部この3つのパターンにかすってるのが鈴木都議だということですね。でこれはあとですね調べたんですけど、政治家の言い訳で共通するパターンが2つありまして、あれはだってオフレコの場じゃないかっていうのが一つ で、もう一つ発言のシーンが伝わってないっていう、要はいいところで切り取られた、もう一つパターンがあって、それは講演会とかでサービストークだと思って気持ちよく言ったらこう大きく行動されるっていう、これ森喜朗麻生太郎パターンなんですけど、これパターンが多すぎるのであえて今回省いたんですけどもこれどうなんですか、これは青木さんにお伺いしたいんですが、政治家にはもうオフレコ発言というのはもう存在しないという世の中だと思った方がいいということですか。世の中難しいですよね、その取材している人間からすると、やっぱり基本的にはオフレコってやっぱありえるじゃないですか、これはオフレコだぞって言われてこう聞くと、でそれを記事の上で何か生かしていくっていうシーンはありえるんだけれど、でもやっぱりこっちっていくらオフレコでもそれはダメでしょうってなった時には、ルールとしては今の発言は許せないのでオフレコを解除させろと言って交渉した上で報じるっていうのはあり得るんですけれど、だからオフレコっていうのはまあないことはないと思うんですけれど、だからその辺のボーダーって難しいですよね。例えばこれ2011年にもあの八路さんっていうね、経済産業省が要はあの本当にオフレコの場で放射能、まあ福島の視察の帰りにつけちゃうぞっていうのを言ったということで、数日後に話題になって辞任したじゃないですか。今回のただ石原さんと違うのは、石原さんはもう官邸でのもうあの菅さんとの会談の後のぶら下がりで、やっぱり同じオフレコの公式感が違うっていうのと、オフレコがパッと出たのはその八郎さんの場合調べてみると数日後なんですよ。一社がこんなこと言ってたっていうことで慌てて他の社がああやっぱりそういうふうに言ってたっていうことで大一でやったんですけど、このオフレコのいろいろ場所とか、あれでも石原さんのケースはオフレコって言ってるわけじゃないんでしょ、石原さんは最初撤回はしないって言ってたんです、なぜならあれはオフレコだからっていうニュアンスだったのが昨日おとといね、ただあの よくねそのテレビなんかで見る方いらっしゃると思うんですけど、その政治家の方が歩いていて、その横にこう新聞記者がこう、つきながら話を聞く、で最近はこう小さな録音機持ってね、聞くじゃないですか、あれぶら下がりって言うんですけれど、あれをオフレコっていう認識は多分記者側には一切ないですよ、だってお前これオフレコだからななんて言うわけないじゃないですか、だからあれをオフレコっていう認識は多分ないと思うんですよね。だからその場で金目でしょって言っちゃったのはそれは報じられてもしょうがないし、それは別にオフレコじゃないと思いますけどね。ただ問題なのは今回ね、だからさっきの都議の話とつながるんですけど、実は石原さんって環境大臣であると同時に実は自民党の東京都連の会長なんですよ、本来だったらまさに今この都議団のこの問題をいろいろこうコントロールしなきゃいけない
会長までその、まあ、失言なのか、失言の親玉が出てきちゃった、失言の親玉が出てきちゃったって説得力ない人が、説得力だから自民党都議団はもう失言だらけ、失言大魔王みたいな状況になっちゃってるわけです、ね。まあ、そうですよね。だってあのヤジって例えばプロスポーツが見に行くと僕感じるんですけど、やっぱりタイミングがいいとドッと笑うんですよ、うん、それは要はうすうすみんなが感じてたことだからドッと笑っちゃうわけで、この間だって要はドッと笑ったってことはああいう価値観をみんな持ってたっていう方がなんか気味悪いなと思うんですよね、思わず笑ってしまったっていう、だから先ほどの話ですよね、だからこのまま終わらせていい問題じゃないと思うんですけどね、チャンネル登録もよろしくお願いします。